フィリピンを激しく揺さぶる中国。中国大使館員の国外追放にも発展。領有権対立の背後で一体何が南シナ海の領有権をめぐり中国との対立が激化するフィリピン。フィリピン政府は緊張の激化を防ぐための合意を一方的に破棄したとする中国の主張を否定し、中国大使館員が悪質な妨害工作を行ったとして、 国外追放とする方針を明らかにしました。両国の亀裂は深まるばかりです。老朽化の軍艦、シエラマドレ号をめぐって、なぜ対立激化中国とフィリピンの領有権対立の最前線とされる南シナ海の南西諸島。フィリピン軍は1999年、南西諸島のアユンギン省に実効支配の拠点として老朽化した軍艦、シエラマドレ号を座礁させました。シエラマドレ号には兵士が常駐しているため、 フィリピン軍は定期的に物資を運んでいますが、中国海警局はこのところ、フィリピンの補給船などに放水や衝突を繰り返していて、偶発的な武力衝突につながる危険性も指摘されています。両国の緊張がかつてないほど高まる背景には何があるのでしょうか中国は、フィリピンの現政権との間でアユン銀賞ンの状況を平和的に管理するための合意があるにもかかわらず、フィリピン側が一方的に破棄したといいます。つまり、 緊張の原因を作ったのは勝手な行動をしているフィリピンだと主張しているのです。一方のフィリピン政府は中国のプロパガンダだと一周中国のいかなる提案にも同意していないと反論し、非難の応酬となっています。フィリピン政府、実は同意していた証拠の。録音ニュース。と現地報道。こうした中、フィリピンメディアマニューラタイムズは8日、南シナ海を管轄するフィリピン軍の西部方面の司令官が 中国大使館員と電話した際の録音を入手したと報じました。電話は今年1月3日に録音されたもので中国側から提供されたとしています。電話の中でフィリピン軍の司令官は中国側が提案した新たなモデルに同意すると語ったほか、フィリピン国防省や軍の上層部も承認しているという趣旨の話もしたということです。ドゥテルテ前政権交換が証言以前から中国との紳士協定があった。 フィリピンの前のドゥテルテ政権で大統領報道官だったハリーロケ氏 JNN とのインタビューで中国との間で現状維持を図るための紳士協定を結んでいたと明かしましたドゥテルテ政権時の大統領報道官ハリーロケ氏フィリピンの主権を放棄したわけではなく両国の主張の対立を認め平和を維持することに決めましたシエラマドレゴにこれ以上の改良を加えず 現状を維持するという紳士協定によって多少なりとも安定が保たれていたのです。この紳士協定は、補給物資を食料品などの必需品に限定し、シエラマドレゴを補強するような建設資材を運ばないというルールだったといいます。ロケ氏は、さらに、こうした取り決めがドゥテルテ政権よりも前から存在していたと述べました。その上で、現在の南シナ海情勢についての懸念を口にします。ドゥテルテ政権時の大統領報道官、 ハリーロケ氏。前政権の時代には比較的平和でしたが、今は両国の間に緊張が高まっています。マルコス大統領の決断によって中国との軍事衝突につながるかもしれないということを、大統領自身が認識してほしいと思っています。領土問題で妥協許さぬマルコス政権。中国の、揺さぶり。でどうなる。中国との領有権問題を事実上棚上げし、 経済協力を推し進めたことで弱腰外交との批判も受けたドゥテルテ前大統領対照的にマルコス大統領は領土問題では一切の妥協を許さない姿勢を強調しアメリカや日本との安全保障面での連携強化を図っていますマルコス政権の特徴的な戦略は南シナ海で当局などが撮影した映像を積極的に公開する手法で 実態の見えにくい会場での領有権争いを可視化すること、トランスピアレンシー戦略とも呼ばれ、フィリピン政府が中国側の行動を危険な妨害、理不尽な奴と強調することで、国内世論だけでなく、国際社会からも多くの支持を得ています。中国側が揺さぶりをかける合意の問題をめぐり、フィリピン国家安全保障会議は10日、在フィリピンの中国大使館員が虚偽の情報を拡散し、悪質な妨害工作をしたと指摘し、 国外追放する方針を明らかにしました。これに対し、中国外務省の報道官は、フィリピン側の発言は、彼らが事実や証拠に後ろめたさを感じていることの証だとして、挑発行為をやめるよう求めると反発しています。合意の存在を否定するフィリピン政府ですが、仮に今回浮上した、電話録音という証拠が事実であれば、マルコス政権は苦しい立場に追い込まれる可能性もあります。関係者によると、 中国大使館員との電話録音を報じられたフィリピン軍の司令官は、個人的な理由で休暇を取得したとされ、別の幹部が職務を一時的に代行しているということです。中国大使館員が虚偽の情報を拡散し、悪質な妨害工作をしたと指摘し、国外追放する方針を明らかにしました。これに対し、中国外務省の報道官は、フィリピン側の発言は、 彼らが事実や証拠に後ろめたさを感じていることの証だとして、挑発行為をやめるよう求めると反発しています。合意の存在を否定するフィリピン政府ですが、仮に今回浮上した電話録音という証拠が事実であれば、マルコス政権は苦しい立場に追い込まれる可能性もあります。関係者によると、中国大使館員との電話録音を報じられたフィリピン軍の司令官は、個人的な理由で休暇を取得したとされ、 別の幹部が職務を一時的に代行しているということです。中国製タンカーを標的に対艦巡航ミサイルを発使用。米国軍との共同演習でフィリピン海軍が撃沈させる中国製タンカーではあるが特別ないとはない。フィリピン軍は2024年5月8日、アメリカ軍、オーストラリア軍などと合同で行った大規模演習、バリカタン2024の海上演習の締めくくりとして、ルソン島北部の南シナ海で中国製の退役タンカーを 対艦巡航ミサイルなどを使用し、撃沈したと発表しました。この海上合同演習では、中国製のタンカー、レイクカリラヤを標的艦とし、フィリピン海軍の機関である、ホセニサール級フリゲート、ホセニサールが20回に約 37km の距離で SSM-700K シースター対艦巡航ミサイルを発射したほか、高速攻撃艇がスパイク中距離ミサイルによる攻撃を実施しました。なお、 ホセリサールはフィリピン海軍史上初めて対艦巡航ミサイルを標的に発射した艦になるようです。さらに、演習は空からも行われました。同国空軍の FA50 やアメリカ空軍の F16、AC130 が対艦攻撃を実施し、オーストラリア空軍の E7A、ウェッジテール、早期警戒艦正機が標的艦の位置情報などのデータを提供しました。海軍のマール・アルアサフ中佐は記者団に対し、 今回の演習の意味について、侵略者がフィリピンの地に上陸するのを阻止しようとする使命があると話したそうです。標的艦となった。レイク・カリラヤは、元はフィリピン国営石油公社が所有していましたが、2014年にフィリピン海軍に寄贈されました。同タンカーは2020年にフィリピン海軍を退役し、当初は2023年に訓練の一環として沈められる予定でしたが、悪天候のため中止となり、 今回の演習で使用されたとのことです。南沙諸島問題などで中国との対立が深まっている中での中国製の船を使用した演習ということで中国外務省はこの件について質問を受けた際いかなる無人習も第三者を標的としたり第三者の利益を損なったりしてはならないと警告中国国営紙のカンタマ時報は同線がフィリピン唯一の中国製海軍資産であるとし不器用な政治的パフォーマンスと指摘したようです。なお フィリピン国軍報道官のフランセル・マーガレス・パディラ大佐は、今回中国製の船が使用されたことに関して、これは全くの偶然であり、船舶の出どころについては全く関係がないと否定しています。ホセリサール級フリゲート、ホセリサールが20回里約 37km の距離で SSM-700K シースター対艦巡航ミサイルを発射したほか、高速攻撃艇がスパイク中距離ミサイルによる攻撃を実施しました。なお、 オセリサールはフィリピン海軍史上初めて対艦巡航ミサイルを標的に発射した艦になるようです。さらに、演習は空からも行われました。同国空軍の FA50 やアメリカ空軍の F16、AC130 が対艦攻撃を実施し、オーストラリア空軍の E7A レフチテール早期警戒艦制機が標的艦の位置情報などのデータを提供しました。海軍のマール・アルアサフ中佐は記者団に対し、 今回の演習の意味について侵略者がフィリピンの地に上陸するのを阻止しようとする使命があると話したそうです。標的艦となったレイクカリラヤは元はフィリピン国営石油公社が所有していましたが2014年にフィリピン海軍に寄贈されました。当タンカーは2020年にフィリピン海軍を退役し当初は2023年に訓練の一環として沈められる予定でしたが悪天候のため中止となり 今回の演習で使用されたとのことです。南沙諸島問題などで中国との対立が深まっている中での中国製の船を使用した演習ということで中国外務省はこの件について質問を受けた際いかなる無人習も第三者を標的としたり第三者の利益を損なったりしてはならないと警告中国国営紙の菅玉時報は同船がフィリピン唯一の中国製海軍資産であるとし不器用な政治的パフォーマンスと指摘したようです。なお フィリピン国軍報道官のフランセル・マーガレス・パディラ大佐は今回中国製の船が使用されたことに関してこれは全くの偶然であり船舶の出所については全く関係がないと否定していますこのタンカーがどれほどの大きさかわからないのですがその昔東京湾で衝突事故を起こし損傷大炎上の末漂流していた同時最大級の日本タンカーを海没処分すべく出動した海上自衛隊は まだ対艦ミサイルを保有していなかったために、幾重にも核兵器を設け浮力も大きい目標に対して、護衛艦の主砲射撃、対戦勝回帰のロケット弾空爆に、具合潜水艦からの超魚雷攻撃を数字行いようやく仕留めた事例を思い出しました。